はい、ということで始まりました、はい、ミミミ食堂の、超ゴリマジトークでーす。超ゴリ超ゴリマジトーク、超ゴリマジトーク、うん、あ、なるほど、ゴリめちゃくちゃってことね。めちゃくちゃゴリラの話、ゴリラな、ゴリラ、ゴリラについてマジトーク、ゴリラな怪力な話をしよう。今日はそのゴリラな怪力を一緒にしてくれるゲスト、マスミちゃんでーす。マスミちゃんでーす。マスミちゃんは1月3日のミミミのミにね、うん、ゲストで出演してくれまして、ね、まあ、元をたどればカフェドジェーム、うん、ドジェームさんでね、ドジェームさんね、あの元町にありますね、うん、神戸の僕ら個展してたカフェですね、はいはい、そうです。で、ミーちゃんの絵を展示してて、そうミーちゃんの絵を買ってくれた。そうね、あのペンギンちゃんのカフェを、うん、嬉しいです。その縁があって、うん、まあ、ライブ一緒にしようとね、話を聞けばウクレレでシンガーソングライターしてるっていうので、もうドジェームのマスターがめちゃくちゃゴリゴリ押してきたもんね。、うん、もういい歌歌うねよっつって、シュークリーム好きなんや僕っつって。でもその1月の3日のさ、うん、ライブの時にマスター好きな曲ありましたよねっつったら、うん、曲名あやふややったよ。シュークリームって言ってたよ。まあ、なんかクリームシューってあるみたいな。せや、好きなんですよね。そうなんですね。マスミちゃんでございます。はい、はい、お願いします。なんかあれですか、自己紹介的なやつあるんですか。自己紹介的なやつ、ね、いや、いつも適当なんですけど。いつも適当なんですけど。え、じゃあってことは、まさみちゃんライブしたら、うん、終わる頃にみんなあれ誰やったよって思ってたの。自己紹介ないってこと。歌ってたけど誰か。そうですね、ウクレレの弾き語りをしてますっていうのと、うん、まあその活動はあの大阪、神戸、明石ぐらいを点々としてますっていうのは、です。まさみちゃんはいつぐらいから音楽してはるの。音楽はウクレレは、うん、もう5年ぐらい前からウクレレ教室に行き始めて、で、人前で、知らない人の前で歌うのは3年前ぐらいからですね。それまではなんか音楽やってたんですか。それまでは幼稚園の時ピアノとかやってたんですけど、あんまり続かなくって、先生が怖くて、うん、とか練習が嫌でやめてみたいな感じ。でも音楽の授業とか好きで、友達とカラオケ行くのとか好きでみたいな、全然そんな感じの普通の人生です。なんで人前で歌おうと思ったんですか。私の歌声は響かさなかった。あ、言いにくいやろ。言いにくいな。あ、私の歌声は響かせたいみたいな。言い方の問題ちゃう。言い方の問題。響け。私の歌声響け。ソウルがその言いにくいからさ。そのマインドが。どういうあれ趣で。そう、なんか、そのウクレレやり始めるちょっと前ぐらいから、うん、あのインディーズのライブ見に行くのが結構好きになって、ああのツイッターでほうほうほう、あのみんな弾き語りの動画とか上げたりするじゃないですか。そこでそのアコースティック そのギター弾き語りみたいなのが、うん、あ、こんなんやってる人いるんだって、全然無名だけど、うん、あのまあ、ライブ活動やってはる人の見に、うん、あの東京に行ったり、お、結構ですね。名古屋に行ったり、まあ、大阪でやってくれるときは大阪見に行ったりとかしてて、見るのが好きだったんですよ。で、こういろんな演者さんがこう共演されるんで、見てたらなんかちょっと自分もやりたいかもっていう気持ちにちょっとずつなってきて、私の歌声響け。こじつけろやん。まあそうなります。まあまあでもそうやな、ね、みんななってるやん。私の歌声もここで響かせたいっていう風に思った。あのそのインディーズのミュージシャンが響かせた箱に、うんうん、箱が鳴ってるから、そこで私の歌も慣れ。いや、そう、すごいかっこいいなと思って、うん、こんなんできたらいいなって思ったんですけど、ギターとかピアノがやっぱりハードルが高い、難しかったりとか、やっぱり練習が大変だったから、うん、っていう時にたまたまあの全然違うとこでウクレレに出会って、でウクレレやったら弾けそうかもって思って、ほう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 、ずっと続いて。そうそう、じゃあ次はあれ、まあ、後々は5本にも挑戦したい。そうですね、5本って何刻むの。6本に行くまで6本に刻んでいくやん。なんか寄っていくんかな。でもなんか確かにギターよりもさ、うん、ウクレレ似合うよな。なんか見た目も、ああ確かにね、声もそうやしね、そう似合う感じする。たまたまですね。あ、たまたまなんや。たまたま、まあ、でもピアノとかもありそうやけどね。ああ確かに、うん、
幼稚園の先生とか似合うもんな、なんか一緒にこうできるかな。できる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 。この中で一番できる。顔は一番ピアノ。一番ピアノ。一番ピアノ。まあ弾いてもらってとかもね、全然。ああ。普通にハンドマイクで。うん。読書。読書。ハンドマイク確かになんか似合いそう。嬉しい。なんかその。この間ミミミ食堂とさコラボで演奏したやんか、うんうんはい、今までもそういうコラボで人とやったりとかってあったんですか。あ、一回その2人組で半年ぐらい組んでたことあるんですけど、うん、ちょっとグループ名はちなみにグループ名プライマルっていう可愛いよひらがなでプライマル。どういう意味なのプライマル。どういう意味。めっちゃ笑ってんだよ。意味すごいあったんですよ。意味すごいな。ありすぎてどれ取ろうかな。プライマルって、ね、あの英語でプライマリーっていうのあるんですけど、うん、なんか最初のみたいな。最初のところ、うん、最初のとかなんかそういう、うん、何個か意味あったんですけ ど、ちょっと忘れちゃったんですけどなんか結構しっくりきたんですよその意味調べた時に。で、まあ、ひらがなにしたらプーとかねこう丸い感じの字がかわいいしっていうのでピアノとピアニカが弾ける人だったんですけど、めっちゃいいよ。はい、で、あの組ましてもらって、その外のイベントとかで歌ったりとか、ちょっとさせてもらってたんですけど、まあちょっとお互い忙しくなって、お互い忙しくなった、ねはい。ちょっと解散になったんですけど。そうか、ちゃんと解散できんねや。なんか自然消滅したよな、忙しかったら。なるほどね、確かに。うん、なんか一人だと寂しくないでも。一人ね、寂しい時もあるし、自由にできていい時もある。ああ、そうかそうかそうか。で、ウクレレが結構その合わせるのが難しくて、あ、そうなんか。あの結構音がすぐ潰れちゃうんです。ピアニカやったら良さそうやけどね。めっちゃ合いそう。ピアノやったら強いもんね、ピアノが。そうなんですよ。とかピアなんかすごいピアノやったらあの、うん、音がもう完成するじゃないですか。音数でだからウクレレが入る隙がなくってでもピアニカぐらいの長さやと、うん、かっちり合うというかちょっとレトロ感が出て、うん、ちょっとふにゃっとした感じが、うん、あの心地よくってっていうで見栄えもなんかちょっと音楽会みたいな感じで、うん、かわいいしねそうそうそうでやってたんですけどあれやんなキムニーもウクレレのサポートでエレキでようやってた時あったよね。あったっけ。うん、カシモというか。ああ、やってたやつ。その時とかやっぱりさウクレレってさ、うん、普通の弾き語りギターとかとやっぱちゃう、うん、合わせるってなったらまあでもカシモというかはガシガシ弾いてたからやめなさいよあんなガシガシ弾くかガシガシとかじゃないし優しかったでしょ。キムニーのそのリードの時のさ、うん、音色とかちょっとこう、まあ、やばい優しい感じふわっとしてるから、うん、それはなんか合うんじゃない、うん、合わせれるんじゃない、ね、もうカシモというかギターでもいいんちゃうかと思っていややめなさいよゆかちゃんごめんなさいあのそのガシガシしっかり弾くからしっかり弾くからねあすみちゃんほらポロンって弾くやんあー確かに、うん、全然タイプはちゃうよねだから柔らかいからね、うんすごい合わせやすくってなんか皆さん上手にやってくださったなと思って、はい、そういうのがもう世に広まってないのがおかしいやめてよ自分らのチャンネルで出すんやで一番響かせたなってるからお前響け響けって思ってるもんな思ってるでもめっちゃ楽しかったなんかあの3人でさバックバンドするのもさなかなかあんまないし、ね、であの誰かの歌にミミミ食堂でコーラス合わせるのってなんかあんまなかったから、なんかめっちゃ楽しかった私は嬉しいなんかそれその動画はますみちゃんチャンネルで上がってるからね、はい、ねますみちゃんのチャンネルはいっぱい曲上がってるカバーとか用意してるあカバーがよく上がってますね、うんうん、めちゃくちゃ上がってるよねあなんうんめちゃくちゃ何本か結構昔の曲が好きってなんかライブでも言ってたよねそうなんです昭和歌謡とかも好きだし最近なんか調べたら大正時代の曲え大正って1900何年1900何年大正って1900年1900年代やんな、何年やろ学がないからそうそう63年であれは88年やから、うんうんうん、88いく6325、うん、25 分からへん
あ、でもめちゃくちゃ昔やん、大正時代。1900年初頭。初頭やな。めちゃくちゃ昔やんな、じゃあ。どんな音楽があるのか、大正。え、軍歌やね。あ、軍歌もそうだ。神様の風になろうみたいな。あ、神風のね。神風。何やろう、あの童謡とかを調べていくと、あ、これ大正時代やったんや。へぇ、童謡。昭和初期とか。あ、そうなんや、昭和初期とか。童謡か、童謡とか可愛いもんね。童謡ってどんなのがあるの、今思ったらどんなの。ゾウさんとか。あ、そうそう、それゾウさんめっちゃ新しいと思うけど。あ、ゾウさんは新しいんや。赤トンボとかじゃん。屋根シャボン玉とかじゃん。恋のぼりやん。恋潮の設定ってうちずっと歌っちゃうんだよ。いや、うちお姉ちゃんとな、あの屋根より高い子牛を乗せてってずっと誰にも何に乗せてるの、何に乗せてるの。いや、屋根より高い子牛ってめっちゃおもろいな。どっから見た子牛やねんってなるもんな。何に乗せてるの。お姉ちゃんごめん、こんなとこで言うて歌ってもた、恥ずかしいよな。乗せててこうライドじゃないの、こう子牛のノリノリのな、屋根より高い子牛が絶対ちゃうと思うけどな。ごめん、竹内家の。なるほどな。恥ずかしい僕。なんかそれをでもやり始めたのが、その介護施設に慰問にその演奏に行く時に、その対象年齢がもう100歳とか、100歳の方もいらっしゃって、で90代80代の方とかもいらっしゃるんで、それをターゲットに、だからふるさととか、あの上を向いて歩こうとかがメジャーなんですけど、そのなんかあんまり人が歌ってないやつも歌いたいなっても結構探して聞いてみたりとかしてて。ありがとう、はい、誰に。いや、俺のおばあちゃんも最近施設入ったからさ。あ、うんうん、なるほどね。見てるかもしれない、うん、代表して。でも一応 YouTube がね最近盛んやから、うん、送られてくるの、うん、そのいとこのお姉さんから、うん、このなんか施設の写真と、うんうん、YouTube で動画、クリスマス会の動画送られてきて、すごい、昨日の晩ちょうど見ててんけど、うん、もうその100歳代90、80近いおばあちゃんたちがずらりと並んでてさ、うん、なんかカメラワークもその初心者やからさ、うんうん、すごいなんかこうブレてたりとか揺れてたりするんだけど、うんうん、たくさんのおばあちゃんに寄ってもてさ。おばあちゃん用意しちゃったんや、ちょっと。カメラでよ。映像で。いや、もう映像で。どのおばあちゃんも一緒に見えてさ。あれやもんな、普段そんなおばあちゃん見ることない。過剰摂取しちゃった。おばあちゃんあれあれあれってなるやつ。すごい。どれがおばあちゃんでしょう。あのな、その、慰問ライブ来てくれてありがとうやし、その、用法用量大丈夫やったって。めっちゃおもろい。カメラワークはこう、パンしてんのに、同じ顔出てくるから脳みそバグってくる。トリックはちゃうから、おばあちゃんたちはちゃうから。いいな、でもそんなん俺も行きたいもん。やりたい、うちも。あ、いそうやけどな、そういうのめっちゃやりたいな。やりたいね。だからマスミウィズミミミ食堂で、ああ、ぜひ音楽会、音楽会、音楽会をね、マスミミミで、マスミミミ、あ、素晴らしい、マスミミ、いいですね、グラデーションでこう、うん、誰か重なってるやん。マスミミミや。誰か重なってるな。せやな。マスミミミミやったらちょっと言いにくい。ああ、いいでしょ。マスミミミがちょうどやな。誰か重なる。重なる。いいな、やりたいな。なるほどな。やりたいね。なんかツイッターでさ、うん、最初、マスミちゃんどんな子かなと思って、ちょーって見とったらさ、うんうん、なんか、私はアーティストじゃない的な。え、なんか発言どうしたしてはって、どうしたんどうしたん、なんかいじめられたんかな、なんかさ俺心配になってんねんけど、ちょっと相談、俺これこれもアーティストなんか、うん、アーティストとはってなんかすごい考えた時に、その結構そのお客さんの前でカッコつけるみたいなとか、うん、こうかっこいいところを見てもらうとかっていうのがあんまりしっくりこなくて、あの、なんかそうだな、全然ダメなとことか弱いところとかも見てほしいし、うん、っていうかなんか人間だなって思ってほしくて、24時間ライブしたいってこと？
あ、そんなことないんですけど、やっぱお風呂入ってるとこ見てほしいしご飯作ってるとこも見てほしいし、バリバリアーティストご飯作ってるところは見せたいです。ご飯、あの家の鍵探してるとこも見てほしいしどれやったみたいな、そういうこと、そういうことでもなんかそういうことでね、するから、なんか家でだらっとしたい時とかもあるし、なんかそういうのをなんか、アーティストだったら隠すじゃないですか、そうかっこいいとこだけ見せるみたいな、まあ、見せるっていうかスポットライト当てるって言ってもいいかもしれないね、そうですね、っていうのがなんかあまりしっくり来なかった時に、なんか人間でいたいなと思って、アーティストのより前になんか人間として、まあそういう今コロナとかも流行っちゃってるから、人間として元気でおりたいなっていうのが、ほうほうほう、じゃあステージの上と下は特に関係なくってこと、まあ、ステージに立ったらそりゃ かっこいいところを見せるんですけど、でも、まあ、キリーヌさんも1月3日出てくれたけど、キリーヌさんみたいにステージ上がった瞬間話し出すと、おいカッコつけんなってなる、なる、当日もいじってたしちょっといい日のところでもいじるのはあかんから、キリーヌさんがステージ上がった瞬間プッとかやりだしたら、おいあれカッコつけてるわけじゃないから、ステージの下でせえへんやんてみたいな、カッコつけてるわけじゃないから、ステージの下でいきなりやってる方がカッコつけてるだいぶおもろいから、おいそもそもキリーヌてーってこれ絶対カッコつけんなって、キリーヌさんだけは見れへんようにできるからこの動画 URL なんとかしてあかんって、まあ、そういうのが、まあ、苦手っていう感じになっちゃう、まあ、でもあれやんな、音楽やってたらアーティスト問題は出てくるんちゃう、定義がねとはっていう、その自分の中で、最近ミュージシャン多いけどね、表記フェスとかはアーティストやんな、まあ確かにネクストアーティストみたいな、そうもう一回ここのもともと生きてた天使がおんねんけど、アーティスト問題でぶつかって、僕はずっとアーティストって2015年まで言ってたから、その自分らのことも周りのことも、でここ来た時にいやアーティストちゃうやろって言われて、めっちゃ怒られて、まあ、で俺はでもアートって芸術やな、何かを作ったりすることやなって思った時に、人生そのものも拡大解釈したらアーティストやアートやから、アーティストでええんちゃうんと思ったけど、この亡くなった方的にはジョン・レノンとか、例えばビートルズとかマイケル・ジャクソンとか、そういう上の方たちもアーティスト、アイドルはアーティストで、君なんで同じ土俵に立てるのっていう、君が上がったらジャンルはどうすんのみたいなっていうことも言ってて、あそういうのもあるなと思ってっていう問題最終的死ぬ直前には一応ミュージシャンとかから表現者になって、君らミュージシャン言うてるけど一日何時間ギター弾くのって言われてそんな弾かないですってでも弾く板弾くけど、どっちかって君らは自分らの思ったことを表現するから表現者ちゃうかっていうので息を引き取っていけないかな最後の言葉みたいに言わんといて君らは表現者そんな君らは表現者そんな死に際に言うてあらへんからまあでもね、そういう言葉残していかはったね、解釈の仕方やもんな、まあ、せやんな、考えることが大事なかもしれないですね、例えばそのアーティストじゃないって言ってしまうと終わってしまうから、まあ、アーティストになりたいんだったらどういうのがこう自分のアーティスト像なのかとか、なんかそういうところをこうスタンスが今度できてくるのかなっていうね。まあでもまさみちゃんのさ、人間として見てもらいたいをさ表現するにはさ、幕があってさ、バーッと開いていたらさ、丸テーブルにさ、お茶漬けとかたくまん置いててさ、食うててライブ始まってるっていうとこから始まったらいいんじゃん、もう芸人やけどだって吸っちゃうやんそれ、そのみたいな、素のますみじゃないやん始まってるって
とかじゃテレビ消して。わざわざキャブ台をさステージに用意してさテレビ用意してさお茶漬け用意してたら吸っちゃうやん。もうそうなったらでもアーティストやステージやん。人間というものをこうちゃんと途中でちょっと見せる。あアウターとか抜き出して。落語や落語やんそれ。アウター言うてるやん。そうなったらもうマスミちゃんで何ってなるから。一曲目僕らはみんな生きているっていう歌い出して。なあいや。マスミちゃんの喋る度合いが減ってきたわ。ちょっと引き出していこうと思う。じゃあ引き出す会は次回にしますか。あ、一回聞いておく。あ、そうやな、30分でね。前編後編で、ね、結構話したもんね。結構話しましたね。まあこんないっぱい話しましたけど、うちらがマスミちゃんと一緒にね、うん、4人で演奏してる動画はマスミちゃんの YouTube チャンネルに上がりますので、うん、そちらもぜひご覧ください。では後半へ続く。